第七代ウィームズ伯爵の肖像写真。ジョン・ジャベズ・エドウィン・メイ・オール撮影。1860年代。第七代ウィームズ伯爵及び、第五代マーチ伯爵。フランシス・チャータリス・ウィームズ・ダグラスは、スコットランド出身の貴族。1808年から1853年まで、エルホー教の儀礼称号を使用した。フランシス・チャータリスとマーガレット・キャンベルの息子として、 1795年8月14日に生まれた。1819年12月15日、ロイヤルミッドロージアン・ヨーマンリーの退位への辞令を受けた。その後、詳細への昇進を経て1829年1月1日に中佐に昇進した。1836年、軍務から辞任した。1823年7月22日、 イースト・ロジアン副党官の一人に任命された。フリーメイソンの一員として、1827年から1829年まで、スコットランド・グランド・ロッジのグランドマスターを務めた。1853年6月28日に、父が死去すると、ウィームズ・伯爵位とマーチ伯爵位を継承した。同年8月10日より、ピーブルス・シャー党官を務め、 1880年4月20日までに辞任した。1883年1月1日にゴスフォードハウスで死去、ハリントンのトリニティ・チャーチに埋葬された。息子、フランシス・リチャードが借を継承した。1817年8月22日、ザイパリー・ギリス大使館でルイーザ・ビンガムと結婚、5男3女を設けた。ありがとうございます。